ニューアホウウ島ニューアホウジ島は、トンガの島。ニューアトップタプ島、タファフィ島と共に、ニューアス諸島を形成する。首都ネクアロファのある、トンガタプ島より北に 574km、ババウ諸島より北に 337km、離れており、トンガ最北の島の一つである。面積15平方キロメートル、人口650人。火山島であり、過去に何度も、 大噴火を起こしていて、現在でも活発に活動している。他の名前としては、グッドホープ島、または、沈管島との呼び名がある。校舎の名前は、この島には船を停泊させられるような場所がどこにもなく、かつては上陸が非常に困難だったことから、ビスケット入りの缶に例えて名付けられた。初期の商人であったウォルター・ジョージ・クエンセルがこの島の郵便局長を務めた時代に、 切手の代わりに、商品のためをしたカラフルな印は、コレクターズアイテムとなっている。1983年から、トンガ政府は、ニューアホーウ島限定の記念切手を発行し、販売している。ニューアホーウ島の地図ニューアホーウ島は、海底火山の頂が、水上に顔を覗かせたものであり、最も近いトンガの火山島から1 9 0キロメートル西に離れている。島の形状は、 ドーナツ状となっており、中央部はカルデラとなっていて、二つの湖がある。大きな方はバイラヒコと言い,い、海抜23メートルの地点にあって、広さは 4K 平方メートル、84メートルの深さがあり、三つの島が浮かんでいる。もう一つ、カルデラ内には小さなバイシーコという湖もあり、バイラヒコとは、交流とした砂丘によって隔てられている。 最高点は260メートルである。島の周囲は霧立つ崖や岩場で占められ、船の接岸が難しい。唯一線が接岸できるのは、西部にある旧仏村跡を追っている溶岩が流れ込んだ平原だけである。島の住民は、北部と東部に集中し、9つの村がある。行政機関や郵便局、通信ステーションや空港は、北の安賀派村に、高校は、 東のむ、アムラにある。西部と南部は度重なる噴火によって溶岩に覆われ、かつてあった村は放棄された。カルデラの内壁や島の北部、東部は樹木によって覆われている。ニューアフォーウ島の火山は、過去数千年にわたって、活発な活動を繰り返している。1853年には、南東部のアハウ村が、溶岩に埋め尽くされ、25人が死亡した。 1912年と1929年の噴火は、西の普通村を破壊し、港を破壊し、溶岩平原を作って、島の西部の植生を破壊した。その後も1935年、1936年、1943年と、噴火は繰り返された。1946年には、大噴火を起こし、ニューアフォーウ島の住民は、全員南のエウア島へと、 避難せざるを得なかった。ニューアフォーウ島とエウア島の地名に似通ったものが多いのは、この時の避難民がエウア島のあちこちにニューアフォーウ島の地名をつけたからである。1958年に噴火が収まると、島民の多くは島へと戻ったが、一部はエウア島へと留まり続けた。神話では、かつて島の中央には湖でなく大きな山がそびえ立っていったという。 しかしこの山は盗まれ、現在のタハフ,フィ島となった。ニューアフォーブ島がヨーロッパ人によって初めて発見されたのは1616 16年のことで、ウィレムス・ハウテンとヤコブラ・メールによって出会った。彼らはその前に寄ったニューアドプタブ島で島民との接触に失敗していたが、この島では休息を取ることができそうに思えたので、この島をグッドホープ島と名付けた。 しかし彼らは結局この島に接岸することができず、北の普津な島やアロフィ島に向かった。1946年の大噴火で、住民はすべてエウア島へと移され、ニューアホウ島は一時無人島となった。その後1958年噴火が収まると、半数は祈島し半数はエウアに留まった。2001年には、サイクロン和歌が大被害をもたらし、 数百の家が破壊され一人が死亡した。ありがとうございます。